どんな吉田か。はい、始まりました。こんばんは。始まりました。はい、皆さんこんばんは。百田直樹チャンネル、今日は特別番組です。今日もすごい豪華ゲストです。有本香里さん、千景さん、そして角田龍翔さん。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか牢獄みたいなのになってる。これあれですよ。完全に牢獄でしょ、これ。あの有本香里チャンネルの特番でもあるんです。あ、そうですか。はい、そうですか。本来百田直樹チャンネルの特番ですが、有本香里チャンネルも私も呪いまして、はい勝手に乗っ取られてます、半分。はい、あの本来、私これ予告した、先週予告したのは、最初はあの私と有本さんと、月刊花田の編集長の花田和義さんと、この3人で、番組やる予定だったんですが、なんと原田さんがですね、1週間予定間違っとった言うてごめん出られへんとか言って、もうとんでもないこと言い出しましてですね、はい、もうあの人はもう半分中央が中央がやばくない？やばいっすよ、はい、そう普通考えられませんよね、1週間間違うってね、うん、はい、これでもこれはね、やっぱりこうやっぱこのそのために入っていただいた会員の方もいらっしゃるので、うん、これはちょっとお詫びしてなあかんということで、もう原田さんにもう原田さんの代わりにやってきて、お釣りが来るような、はい、タレントを用意したいと思って、うん、そしてまあ超ビッグゲスト、門戸さんと関谷さんをお招きしました。俺は都内だからすぐ来るけど、はい、この関谷さんに至っては関西から来てます。今日虎ノ門ニュースさんです。虎ノ門って一旦大阪に戻ってまたやってきたやん。すごい。ほんまか。それはないけど、ま、ただし夕べ電話いただいたらね、11時半ですよ。怒られましたね。わし明日トラノモンニュース早く出な、早起きなあかんねやと。こんな時間電話すな。あ、そうか、朝早いからね。そう、もう日本人はもうマナーがわからんとか言って怒られてね。はい、ちょっともう本番入る前にやかましい、もう。でもなんか声が小さいとか言われてますけど、渡辺さん。あ、声は入ってます。ちょっと遠く感じる。遠く感じるんですね。これだけ距離があるから。はい、なるほど。はい今日はですね、普段はやっぱり、しばらく無料タイムやるんですが、今日はいきなり有料タイムです。ちょっと早すぎませんか？早いあまりにも早いない。2分ですよ、まだ。早いない。ちょっと10分ぐらいは喋りましょう。YouTube もあるんですから。せっかちやるちゃうんで、ね。じゃあ、YouTube もあるんですから、一言ずつこうゲストにもね。はい。まず私は一言。はい。はよ行くね、はい、いや安倍さんお辞めになってちょっと一言。あ、安倍さんな、そうそう、私がね、安倍さんなんやと、うん、もうお疲れさんとメール送ったんで返事せえへん、どういうことやねこれ言うて、うん、えらいもうツイッターで怒ってね、うん、はい、ほな有本さんがですね、もうそんな昭和で怒るなと、うん、安倍さんいっぱいもういっぱいメールとかもういっぱい連絡入ってるんやと、うん、そんなの全部返されへんって、うん、ね、だって各国のね、大統領とか首相もみんな電話会談の要請がもう殺到してるんですってよ、うんうん、そう、本当にだから安倍さん、あんたなんかにもういちいち返事なんかできへんやろってそうか、僕が、で、有本さんは返事来たんかって私は来たでって言って腹立つと思ってね、違う、ほんと一言ですから、私はすぐ来たねって言ってね、じゃあそうじゃなんでここです余計なこと言うんですか、もうでさらにまた腹立つんで、共通の地位で何々さんなんかはすぐ電話かかってきたねって違うんですよ、また来てね、それは、はい、もうどういうことやねこれ言うたら、そりゃ優先順位やろって有本さん言うて、もう腹立つって、ね、また話がもらえてるでも、お電話もらったんでしょ、はい、後ほんで、そうそう、ほんでしゃあないから、うん、私は、うん、もう安倍総理に、うん、もうメールして、うん、どうなっとんねんと、どうなっとんねん、わし返事けえへん、どうなっとんねんとら、ほんならもうそのメールを朝送ったらメールしたら5秒で電話かかってくるよかったねでも、皆さん、今の いきさつっていうのもだいぶ随所に話持ってますから、持ってますね、カルマさん、分かると思います、はいはい、まあ、いつもの森ですね、森森が相当入ってますんで、はいはい、でもね、はいはい、本気にする方がいらっしゃるんですよ、世の中には。お前で、半分お前ね、ちょっと皆さん、アウトラインはまあなんとなくそうかもしれないけど、相当持ってるっていうことを、はい、ご承知おきの上、持っていただければ、はい、アリモスさんが偉そうにね、私はすぐ上に行けば、そんな嘘ばっかり
ま腹立つこと言うよみたいな、ほんま盛られてるね、いつも盛られてんですよ、本当にもういい加減してください、本当に。はい、じゃあ、カズさん一言どうぞ。はいはい、いや私ね、本当にあの安倍さんがこの辞めてからみんなのあのこのアベロスの凄さというか、うん、世界中がそうじゃん、うん、日本だけじゃなくて、うん、それであの内閣支持率が20ポイント以上上がるって、いきなり 50% ドーンと ね、うん、ね、これそんなこと今まで歴史上ないことだから、うん、これでもう 3回目の登板ありということで、早くお体を治してくださいという声が、民の声が聞こえてきましたね。そうですね。いやいや、そういうね、ええ話は有料だったからね。そんなええ話は有料だったから、ね、もう ただでそんなええ話だったから、ね、なんか目がエンマークしてる。ちょっとちょっと。あの無料の時はもうおふざけモードや、はい、有料だったからもうパーンと切り替わるんや、はい。まあ、今日はね、今まであんまり喋れなかったこともありますからね。はい、はい、そうそう、やっぱりね、今日、やっぱりね、この今日はね、やっぱり、まあ、安倍さん、まあ、お辞めになったんでね、今まで、やっぱり、本当に私なんか安倍さん何回も会ってるしね、うん、やっぱり今まで言えなかったことがね、まあ、そういうような話をちょっとやろうかなと思ってます。うんうん、はい、ありません、一言どうぞ。はい、はい、私この無料の大酒モードを締めてください。はい、いや関谷さんも、私はでもね、確かにあれなんですよね、このアベロスっていうのがまさかこんなに広がるとは本当に思ってなくて予想外だったんですよね。それと私はですね、実はこれだけ大きな誤報をやったっていうのは初めてなんですけれども、そうそう、虎の門で辞任はありえないというね、断言しました。でね、その経緯、それ何曜日に、木曜日です、前の日です。前の日か。でもね、これね、閣僚もみんな知らなかったんですよ。うん、で、まあ、そのなんでそう私がそこで断言したかっていう経緯は、まあ後で有料の時にお話しますけれども。なんか有料にしなきゃこれはいい話は聞けないわけだもん。いや、そういうわけじゃないんですけどね、うん、やっぱりちょっといろいろ差し障りもあったりするので、ね、はい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 、わかりました。そうなんですよ。はい、で、もちろんほら、そういうご病気でちょっと悪くて、でその新たな何ですか、この薬をね、あの使いになってるっていう情報はあったんですけれども、でも続投するということを結構確かな筋から聞いていて、みんなね、それはね、えっていう感じだったんです。あの確かに8月に緊急で、病院に入りましたね、うん、はい、診察を受けた。その時にももういろんな情報が錯綜したね、うん、はい、はい、はい、まあ、その時の情報なんか私たちも全部聞いとったんですけど、うん、で、まあ、実際にこう辞任かという話もあった一方で、いやいや全然そうじゃないという話もいろいろあってね、ありましたね。いや、ある意味ではあの最高指導者の自分が辞めるか、うん、ね、身体ね、うん、それほとんど予測不可能というのは、それこそね、孤独の決断ですよ。そうですね、誰にもその話はできない、うん、そういう話した途端もあの情報漏れてしまうんですよ、ね、うんうん、孤独の中で自分の心の中で決めるしかない。しかしまさにね、その孤独の中の決断をね、うん、一番政治家の歴史に残る評価が ね、 そうね、あの出てくるんですよ。本当ね、うん、いや、その薬をね、新しい薬を試してるっていうのはあったんですよ、はい、だからほら朝ホールだったじゃないですか、はいはいはい、それでそれがだんだん効かなくなって新しい薬を試してるっていうのと、うんうんうん、対人っていうのとは結びついてないわけよね。薬を試すのと対人っていうのは全くその間にものすごく大きな開きがある、開きはありますからね。まあ、薬の話はね、私出た今日も電話で聞いたことは、聞いた話があるんですけど、うんうん、まあ、これは後でまた言います、うん、はい、ピンマイクが拾ってないとかって言われてる、うん、いや、ここもっと近いぞ、ここマイクです、これだけ。だからさっき加藤さんにここに座ってくださいと何回言ったやん、ここをマイクや、何かもうちょっとそっち寄ろう、ああ、ああ、もうちょっとこっち、はい、もう僕ら差別関係ない、はい、3つ、僕はもうずっとあのマスクなんかしてないからね、学校の1ヶ月マスク1回もしてない、はい、それではまたまた、はい、有料、あ、はい、わかりました、有料やね。それでは皆さん、誰が四密と書いてる、四密、はい、あ、四密うまいこと言うな、お前な、うん、はい、江戸の隠密みたいなもんやな、ギャ、はい、ーと言ってますよ皆さん、はい、はい、お前皆さん芝居、あ、もう有料になった、今切り替え中です、切り替え中時間あるのか、はい、なんで、何、なんでそんなに
せっかちなんですか。もう私はもうやるとなったら早いね。イラチ